ねみったある一回りたイ全没学生の思い。どうも,もこんにちは、ゆうです。ということで、今回ですね、話すのはですね、22卒、新社会人、会社辞めないかっていうね、まあ、話をしましょう。はい。あの、明日からですね、いよいよ、まあ、22卒の方はね、社会人生活が始まると思います。はい。で、まあ、おめでとうと、<laughs> 噛んだ。おめでとうとかはね、言いません。はい。まあ、なぜなら、別に、社会人になるのって、そんなにめでたくないと思うんですよ。 ね、週5 8時間の労働をさ、何十年にもわたって、ね、やんなきゃいけないから、その始まりなわけじゃないですか。うん。だから、おめでたくはないよね。はい。なんで、おめでとうとは言いません。うん。で、あの、会社ね、あの、辛い人は多分これから出てくると思う、うん。なんならもうね、2日、3日とかで、あの、会社辞める人も多分出てくるんじゃないかなと思う。で、1ヶ月、2ヶ月と3ヶ月とね、経ってって、で、22卒、あの、会社辞めた界隈っていうのがどんどんどん,どん,どんね、Twitter なり YouTube で広がっていくと思うんですけど、あの、会社ね、まず、 辞めるときに、まあ、すべきことみたいなことをね、話していきます。別になんか退職の手続きとか、まあ、そういうのに関しては別にね、あの、勇気はないんですけど、まずね、会社をね、辞めたら、はい、もしくは辞める前とかにすべきこと。まずはですね、あの、転職活動をする。うん。まあ、でも、転職活動がね、その会社行きながらできるってことはね、あの、割とその人に体力があったりとか、まあ、割と会社の状況がね、良くないとできないと思う。本当にブラックのところだと、あの、転職活動する時間もないと思うし、気力も出ないと思うから。そう。だから、まあ、ま、 これはね、できる人だけでいいと思うんですけど、もし転職活動ができるのではば転職活動をする。で、あの、いきなりね、そのまた正社員として働くのが難しいっていう場合はね、全然バイトでいいと思う。うん。まあ、これにはもちろんね、生活費のね、無駄なところを下げていってっていうのがね、まあ大、大前提にはなると思うけど、やっぱね、ライフワークバランス。あまりにもやっぱ今の社会ね、あの、仕事とかのね、プライベートのバランスが悪すぎるし、そう。あの、だから、まずはね、あの、 自分でね、好きなだけ働けるあの、バイトをね、やってみるっていうのはいいかもしれない。まあ、一生バイトで生きるってことは、まあ、無理ではないと思うんですよ、僕。ただ、あのそんなに簡単ではないと思うんですよね。まあ、それは人によると思うんですけど、うん。なのであの、ずっとね、バイトっていうのはあんまり僕もお勧めしないけど、まあ、とある期間、一定期間ねあの、別にフリーターっていうのは全然僕問題ないと思うんですよ。うん。 全然問題なくて、とりあえずね、お金さえ入ってくれば、まあ、なんとか生活はできるので、まあ、会社員の時よりもね、あの、給料は減ってしまうかもしんないけど、まあ、バイトでね、繋ぐっていうのも、まあ、ありだと思う。数、2年とか、そのぐらいのスパン、短い期間でもいいし、全然ありだと思うんで、まずはね、あの、バイトしてみるっていう方がいいかもしんない。うん。そうすれば、バイトとかだとさ、やっぱ時間とかもさ、ゆとりができるわけじゃないですか。まだね。あの、まあ、ブラックバイトとかに当たっちゃったら別ですけど、うん。 あの、会社員の頃よりは、まあ、精神的にもね、安定すると思うんで、まずはね、バイトを探す。これ一択ですね。はい。 で、もしね、のあの、実家とかに戻ることが可能な人がいれば、もう実家をフル活用して、していいと思う。もし親が、まあ理解やって、あの、ちょっとね、あの、休んでから、まあバイトなりを探すとかさ、転職活動するっていうのを認めてくれるような親だったら、もう実家にね、あの、一回帰った方がいいと思う。うん。まあよくね、あの、いい年してね、まあ実家暮らしはどうなのとかね、言う人とかいると思うんですよ。まあテレビとかでもね、まあそういう話もあるし、YouTube とかでもね、そういう話題ってあると思うんですけど、僕はね、そう思いません。実家暮らしってね、スキルなんだよね。 そう。は、お前何言ってんだってね、思うかもしんないけど、やっぱ、ある程度のね、20代超えてからの年になってきて、親とうまくいったりとか、まあそんなにね、あの、仲悪くないけど、やっぱ親と一緒にいると、なんかストレスだったりとかさ、やっぱ自分一人のね、時間、完全な空間が欲しいみたいな感じでさ、なるわけじゃないですか。だから一人暮らししたがるね、人って多いと思うんですけど、全然そういうのもなくて、親と全然仲良くできるし、あの、親とね、いた方が、なんか気持ち的にも楽とか、 で、親もね、あの、一緒に暮らすことをね、あの、認めてくれるみたいな感じのとこだったら、もう遠慮なくね、実家暮らしした方がいい。その方がお金もかからないしさ。そう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 ,そう。 絶対に実家暮らしした方がいい。そう、それがね、できる環境にあるっていうのが、あの、自分のスキルなので、そう、あの、実家暮らしはスキルです。はい。で、もしね、あの、そういうのが厳しい、親とかなんか頼れる人がいないっていうなら、まずはね、生活費を下げる。あの、別にご飯をね、もう一日一食にするとか、そういうわけじゃないんですよ。無駄なお金を削り取るみたいな、そんな感じですよね。そう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 。うん。あの、そういう考えのもと生きるっていうのが、あとね、やっぱ家賃を安くするとね、精神的にも安定する。うん。まあ、僕家賃ね、社会人時代ね、 あの、3万3000円ってめちゃくちゃ安かったんですけど、うん、あの、駅までとこ7分でね、その値段、オートロックマンションでその値段だったんですよ。ま、東京とかに住んでる人だとちょっと難しいかもしれないけど、やっぱ家賃、 がね、高いと、やっぱその分働かなきゃいけないんですよ。やっぱ大、あの、大多数、やっぱ家賃で引かれていくものが大きいので、やっぱ住む場所の家賃を下げるっていうのはおすすめですね。はい。まあ無駄にね、東京のね、ど真ん中で住むんじゃなくてね、別に神奈川とかさ、千葉とか埼玉のさ、まあ、ところがでもさ、まあ、駅から徒歩15分圏内とかだったらさ、別に全然不便じゃないじゃないですか。うん。 あの、東京寄りの方とかだったらね。そう、駅、駅前もある程度発達してるからね。そうだから、ちょ、そういうね、考えを持つっていうのがね。あの、会社辞めたい。もう今辞めたいとかね。まあ、俺辞める予定だよ、みたいな感じの人は、そういう考えを持った方がいいのかなって思います。はい。まあ、僕はですね、あの、20卒でね、あの、会社にね、1年いてね、まあ、1年勤め上げたわけですよ。で、あの、よくね、あの、 石の上にも3年だっけなんかそんな言葉あるじゃないですか。うん。あの、あると思うんですけど、3年って結構長いと思うよ。うん。僕1年でも結構長く感じたから、あの、あ、無理だ <laughs> あ、これは無理だとかさ。あの、これやってきねえわとか。あなんか、上司もやべえやつばっかだなみたいな感じの感覚になったらね、あ、直ちに辞める方がいいと思う。うん。あの、マジでね、なんかそこでね、なんか2年3年とかで時間を無駄にするのはね、良くないと思う。うん。で、一回ね、そのなんか、労働から、あの、 離れるとかさ、ちょっときつい状況から離れると、やっぱなんだろう、周りのこともさ、なんかやってみようかなとかさ、なんか新しいことそういうなんか、精神とかあとは、ね、やっぱなんか、今までちょっとね、時間がなくてできなかったことをやろうみたいな、なんかそういう気力が湧いてきて、その仕事だけじゃなくてね、その自分の、まあなんだろう、心を満たせるように、あの、するみたいな、そういう時間も大切だと僕は思うので、うん。 だからね、そういう時間にね、あの、会社辞めたら当てた方がいいのかなって思います。うん。で、あの、会社辞めたらね、あの、とりあえず、あの、とりあえずは休むってことです。はい。 ただね、実際問題ね、会社をね、スパッと辞めれる人間もいれば辞めれない人間はいるんですよね。まあ、辞めれない人間っていうのは、やっぱかなり真面目な方とかね。まあ、あとはやっぱ奨学金借りていってるとかね。そう、やっぱ借金があるっていうのがでかいよね,ね。やっぱ借金があるとそう簡単に正社員の地位を辞めるわけにはいかないから、で、なんかすごい仕事を頑張ってしまうみたいなね、そういうことはあると思うんで、うん、そればっかりはね、本当に気をつけた方がいいです。うん。 まあ割とね、あの、まあ日本はそもそもね、僕、あの、ホワイト企業は僕ないと思ってるんで、うん。そもそも週58時間の労働がデフォルトな状態のどこがホワイトやねんって、思うんですよ。本当に。うん。許せんよ、本当うん。週58時間でホワイトを名乗るな、って感じなんですよね。そう。だから、あの、やっぱね、そういう変、もうそういうね、やっぱ過酷なね、労働環境に身を置かれてる方は結構多いと思うんで、はい。あのー、 あまり頑張らないようにね、してください。 うん。とりあえずね、寝た方がいい、社会人。うん。あの、なんか、頑張って勉強するぞ、みたいながさ、覚えるぞ、じゃなくて、あの、とりあえず寝とけ。あ、うん、<laughs> マジで寝といた方がいい。僕もね、しっかり寝てた。10時間とか寝てたし。そう。バカみたいに寝てたけど。うん。全然ね、あの、仕事中ね、あの、全然目開いてないから。<laughs> そう。<laughs> 寝ても寝みんだよな。なんか翌朝ね、労働が控えてるってことを考えるとね、あんまりね、質のいい睡眠を送れない。だから、質のいい睡眠を送りたい方は、あの、会社を辞めるってことをお勧めします。はい。ということでね、まあ、今日 今日の動画はね。以上になります。ご視聴ありがとうございました。体のね、壊さず頑張らないようにね。してください。以上です。